全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。ちょっと驚くようなことをしている人がいたので、あなたにも共有したいと思います。それは笹塚のカフェでコーヒーを飲みながらインターネットで調べ物をしていた時のことでした。ある人のホームページを見たところ、こんなことが書かれていました。精神疾患の方の障害年金受給を無料フルサポートします。ちょっとした相談なら無料で対応する社労士事務所は多いのですが、障害年金を受給するまでフルサポートするという人は初めて見ました。手付金、事務手数料、成功報酬、一切不要です。必要なのは電話とインターネットだけです。このような文言もありましたので、興味が出てきたそのホームページ、厳密にはアメーバブログでしたが、その人のページをゆっくり見てみました。いろいろ見ていると、この人自身も障害厚生年金2級を受給しており、自分の経験とノウハウを駆使して無料で障害年金のサポートを行うそうです。ボランティア精神から完全無料でサポートするとのこと。私はこの人と面識がありませんので、ホームページの詳細をお伝えすることはできませんが、インターネットで検索すれば探すことができます。自分の障害年金が受給されるまで完全無料でサポートしてほしいという人は、その人に相談してみてもいいかもしれません。ただ、私個人は次のような懸念点を感じました。1、その障害年金アドバイザーは社会保険労務士ではない。2、フルサポートの具体的な内容が記載されていない。3、自分一人の経験のみで千差万別の障害年金に対応できるのかわからない。4、自分の名前を名乗っていない。括弧、名前がわからない。5、無料であるがゆえに間違ったことを言っても責任が生じない。結構致命的な懸念点だと思いますので、この人に相談するのは自己責任でお願いします。この人の志は立派かもしれませんが、残念ながら私たちとは考え方の方向性が違うようです。私たちは本物の専門家のアドバイスやサポートは有料であるべきと考えています。一年中障害年金のことばかり考えている専門家の知識や実務経験には大きな価値があるとともに責任があります。その責任はお金が発生するからこそ担保されるものです。無料のアドバイスなんていくら間違ったことを言っても何の責任も発生しません。ヤフー掲示板などのサイトを見てもそれは明らかでしょう。一方、私たち専門家がサポートする場合、専門家としての責任が発生します。適当なことを言って障害年金が不支給になると、報酬が発生しないのですから、真剣になります。ただほど高いものはありません。あなたが障害年金を本気で受給したいのなら、相談する相手は真剣に選んでくださいね。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。